知縁館の学生群像。古べッきが東京に去るのに際して撮影されたもの。1869年、上野彦馬撮影。知縁館は、佐賀藩主、鍋島乾宗が、オランダ人宣教しぐいど古べっきを招聘し、1867年に、長崎に設立した英学を学ぶための犯行である。明治2年に消滅するまでの2年間に、多くの人材が学んだ。 佐賀藩は1840年代から蘭学研究を盛んに行い、教育機関、蘭学寮を設けていたが、1860年、万延の検米施設に参加した小出千之助の見聞により、イギリスやアメリカから知識を学ぶ英学と英語学習の必要性が認識されるようになる。蘭学寮指南役、教授方の小出は、佐賀藩主、鍋島直政に、 英学教育機関の設立を権限。翌年、直政は、秀島シ之トノスケ、中村倉之助、石丸康代の三人に、英語学習を命じ、以後英学研究にあたる佐賀藩士である、石丸康代、大熊重信、江東新平等を次々に指名した。1867年、現在の長崎市五島町にあった佐賀藩伊佐早家の屋敷内に、茂学芸庫所が設置された。 鍋島直政は、蘭学寮に学んだ秀才を選抜し英語を学ばせ、他藩に先駆けて英学校を創設したのであった。名称は1868年に遅延館と改められた。佐賀藩はこの学校に16歳から30歳までの30人を学生として派遣。英語教師には、長崎にあった幕府の英学書、歳尾館で教えていた。 オランダ人選挙師グイド・フルベッキが迎えられ、再微感と掛け持ちで英語を教授した。フルベッキは1日おきに1から2時間ずつ、新約聖書とアメリカ合衆国憲法をテキストとして、英語を教授した。直政は、添島種臣を監督に据え、小出千之助を教授法に据えた。欧米の政治制度、法制度の講義や議論が行われ、 藩は減少翻訳する人材の養成を目指していたが、欧米の政治思想の研究が盛んに行われることとなった。佐賀藩のみならず、他藩の人材も学びに来たといい、最大時には100名余りの学生を要した。古別きは、明治2年4月に、明治政府の招聘によって上京し、遅延間の活動は2年間で終わった。ありがとうございます。